いえー、ちょっと、大丈夫です。ということで、今日もやっていくんですけど、今日はね、トリトンロイやっていきたいと思います。マルチ、いきましょう。よいしょ。はい。あー、マジで、さっき動画撮ってたら、めっちゃ、もうね、あんま言いたくないんですけどね、もう、うんこみたいなの引いて、マジね、3連敗したんでね、さすがにボツりましたね。ちょっとあんま言いたくないんですけど、こういうことは。もうマジうんこでしたね、本当に。ということで、やっていきたいと思います。とりあえずね、やっぱ初手オーブンアンパイみたいなとこあるんで、初手オーブン置いていきます。はい。ファイボね。2級クロスか ?2 級クロスかな。とりあえずスケルトンセパーですね。で、ウッターを転がしていき、ファイボザップ。ファイボザップですか。はぁ。まあ、これはでも、いっちゃっていいですね。ちゃう?青はなんでだよ、マジで。いや、もうこんなんばっかだよ、さっきから、マジで。腹立つなぁ。嘘ですけどね。腹立ってないけどね、別に。まあいいや、ノーダメキング起動しちゃうから。頼むから全体殺して。来た来た、いっしゃー、ありがとう、しゃーって感じですもん。もうアーロンですからね、俺は。とりあえずこれでね、めっちゃ優秀だった。めちゃくちゃ優秀だったわ、今の。とりあえず、まあ、オーブンの置く位置が良かったんでしょうね、きっと。別に、オーブンが優秀というか、まあ、俺の置いた位置が優秀だったっていうだけの話なんですけど、ね、とりあえずこれで。あ、なんで付け出してんの。まあ、ギャング切ったんで、ウッドでいいでしょう。何その静寂は。よいしょ、まずディガーから処理。ディガーから処理して、見てください。優秀、これが3コストです。信じられますか、あなた。俺は信じられません。これが3コストだという。事実。はい、ロイジャイ出します。これ多分ジャイフタが来るんじゃないかなって、個人的に思ってるんですけど。ウッド打っちゃいまーい。ヘイヘイ。え、めっちゃ守られてるんだけど、切れそう。オッケー。来ないですね。ギャングか?カゴ群れ。だ、やべ。これはもう、ベビドラが届かないところに連れていくしかない。よいしょ。まあ、これは、こっちから潰してあげて。あとはライトニング圏内なんでね。イエーイ!キング起動が最高でしたね。よいしょ、センキュー、俺行っときます、ありがとう、コケーンコケーンって感じですもん。よし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 。まあ、とりあえずね。はい。行きますよ、どんどん。やばい。調子いいよ。3連敗してから動画撮ったから、もうあれ実質の王冠なんでね。今一勝です。よし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 。いいよ。こんなにね、結構ね、テンション上げ目取って、動画ボツるとね、結構萎える。結構ね、エネルギー使うからね、これ。スーパージョーカー。いや、待って。絶対俺もうね、動画内で何回も聞いたことある、絶対。これなんだっけ、行かれたデッキだったってのは覚えてるんですよ。いや。違う。なんだっけな。スーパージョーカー。なんだっけな。でもオーブンってことはもうスケラかロイかなんですよね。まあライト打たれたくないんでね。でスケを吸収し、はい、オッケー。まあこれを見るにあれですね、例のやつですね、トリトンロイ。オッケー。でロイジャイ対決はね、こういうとこにね、結論いいです。よいしょー、はい、センキュー。で、結論をして、相手もね、多分、おそらく結論をしてくるんじゃなかろうかと
思う所存でござるが、とりあえずはやばいやばいやばー、散っちゃったー。まあ、とりあえずね、こうやってぶん殴っていけば、まあここら辺はね、別に後でベビドラで処理すればいいんで、あ、ワンチャンこれベビドラ、あー、まあいいや。なんでこれ、これやばい、トリトン反応してない、事件です。あー、めちゃくちゃ入るこれ。まあいいや、許す。お、優秀。でこれ竹取ってからオーブンですね。まあ、とりあえずね、ロイ対決はね、オーブンを出しまくったら勝ちなんで、オーブンを無限に出していくといいです。でもし先にね、攻めロイをやろうもんなら、あれですね、こういう感じでちょっかいを出して一緒にライトニングを打つと。 OKOK で、はい、結ロイ。まあロイがない状態で結ロイをする。いや、今ライトニングね、ごめんなさい、良くなかったわ多分。ちょっと多分やってしまった、今のはね、後上げすぎたかもしれない。メガゴなければね、いい結ロイ、いいライトニングだったんですけど、ちょっと残念ながら、これ多分トリトンで引っ張ってくる読みのスケを出してくるんで、俺もスケを出して。お、すごい。そのライトニングは攻めてない、だいぶ。これだって、これ多分トリトンが来るので、はい。よいしょ。そうでもなかった。結構いいかと思ったんだけどな。よいしょ。お、それはやってるのでは。やばい。よし、来た来た来た。いけ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 。お前がいけ。なんで負けたわ、トリトン12に。あのライトニングマジでやらかしましたね。ちょ、ごめんなさい。正直、しゃしゃりました、あれ。動画だからと思って、格好つけようと思ったら、ちょっとしゃしゃっちゃいました。ごめんなさい。ああ。もったいねー、これライトニング。なーあー、ライトニングが。ああ、椅子めっちゃギシギシ言うし、最悪だマジで。あのライトニング打たなかったら勝ってたまであるのに。勝ってたまであるのに。ああいうね、シャシャリをした方が負けます。ロイ対対決さ。とりあえずオーブン置き合って、相手がシャシャった瞬間を見て、相手みたいにああやって結論するとね、俺が死にます。なので、相手のシャシャリ待ちですね。どのデッキも。ああ、やってもうたわマジで。まあこれファイスピが2発飛ぶんでね。殴り対決は勝てるかなと思ってたけども、よいしょ、先にスケセパをしといて、よいしょ、まあまあまあ、ファイボ、え？ってことはもうラバじゃん、最悪なんだけど。え？オーブン？ってことはですね、あれだ、わかった、ロイジャイをファイボにしちゃったって感じですね。多分ガゴムネとかに負けたんじゃないかな。ガゴムネとかに負けてカリカリしてロイジャイをファイボにしちゃったよーっていう感じですね。しかもタルババファイボ、え、ワンチャンスケラなわけないよな。なるほど。おほほほほほ、なるほど。何の、そしたら俺の勝ちだよっていうグッドゲームかな。まあ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 、許してやろうじゃないか。とりあえずこれは受けたくない。あ、なんで出ないの、なんで。痛いし、めちゃくちゃ痛いし、今のダメージ、ちょ待って、なんで切れそうなんだけど。まあとりあえずステイ。でもね、お礼的に言うとね、もうこのオーブン邪魔なんでね、飛ばしちゃいますもん。いや、違う。これでウッド打ち、オーブンマウント取り、OKOKOK。で、ベビドゥーラを出す。
デュラーを出し、スケセバをし、オーブを置く。最高、いい流れ。オッケーオッケー。でこれも、なるほど。はい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 。相手は多分当然トリトンが入ってるだろうから、これはロイを出して真ん中スケセパですね。ファイブが来るのでこれを出して、ここら辺で多分トリトンが来やすいのでトリトン出していくと。全然来ない、全然来ないんだけど。うれ、オッケー。え待って、これファイブで削る気もしかして。いかつくない、それは。いやだ、危ない。 OK、 いいよ、いいいいいい、これいっちゃっていいんじゃない。お、来た、逆いった、逆いった。これは奇跡の、やばい、あー一発入っちゃった、やばい、最悪。今ここでオーブンとか出したらファイブの餌になっちゃうので一回ね、はいはいはい、まあ、そう来るよねって感じなんですけど、一回ここで指ドラとかを挟んであげて、ちょっと待って、そらずる。あ、回っちゃった。回った？うん。嘘だ。嘘だ。なんでだよもう、マジで、本当に本当にマジで、また負けたわ、やばい。ちょっと待って、ロイジェイ3連敗、いや2連敗だ。まだ取り戻せる、取り戻せる、いや行こう、取り戻せる、まだ取り戻せ。いやそれ知らない、その歌知らない、時の歌、いや知らない、青空に隠れている、いや知らない、そんな歌知らない、口ずさむ、知らない、そんなの、そんな歌ね、知らないよ俺は。日の渡る坂道を自転車、うるさい、うるさい。知らないって言うから教えてあげようかなと思った。思った、知ってる、うん、知ってる、実は知らない、だいぶ有名、だいぶ有名。あーやばい、変な名前来た。落ちん、落ちんじゃないです、ちょ僕から見えないですよ。なるほど、なるほど。とりあえずあー、まあ雪玉ですね、雪玉お世話になります。雪旦那ですね。やめとけ。それちょっと気すぎて、いや来ない、俺気をつけこない系だ。あ、クロスだ、クロス。やだ、エリポンクロスやりたくないんだけど俺。しかもなんか最近ね、ファイブウッド技のエリポンクロスがあるっていう。だあ、めんどくせえ。これしかもさ、うん、こいつらさ、うん、スケ受けを狙ってさ、このウッドとか打ってくるんですよね。オッケーオッケー。オッケー。普通雪玉ウッドじゃん、エリポンクロスって。そうだね。最近ね、26みたいな、高回転エリポンクロスみたいなのがあるから。もうタコですね。タコ。コタ。コタです。だベベベベじゃん。頼むからファイスピ出ろ、まあ、出なくてもいいか、めんどくさ、俺のオーブン壊されたし、まあ次から後ろ気味に置けばいいか。これ6エリポンプ来そうだ、湯気山維持おいピーン、まあとりあえずこれあとトントンぐらいかな、言うてベベ使ってるんでね。あー全然トントンじゃない。まあこれでロイが回ったけど、端前来たらこれはライトニングウッドでいいかな。正直ロイ出したらなんか延命されそうだしな、めんどくさそれ。まあまあまあ、これマウント取っていき、いいよ、これでオーブン OK。とりあえずこれでまたエリポンがどうせ来るから、うわーメガゴの前に出したかったなー今。 OK 来た、まあ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 一発ずつね。
で、まあ、どうせ結末家が来るので、はいはい、トリトン出してスケがあるとね、こうやってね、高回転系にも回転で戦えるのがいいね。ソリエー、あ、それがし、いや、これ始まろう、行っちゃっていいような気もしなくもない。引っ張れ。いや、ちょっとまずいかもね。あ、いいわ。いや、全然よかったです。すいませんでした。イエス。よし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 。いけ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 。ワンチャンライト打っちゃおう。うれ！あ、いい！来たー！これ好きだしにくいよ。読みですか、これ。読みです。すっごい。とりあえずオーブン出していき。まあ、こうなったらもうね、ミスしなければ勝ちですね。ここまで削っちゃえば。あとはライトで。スリー！もうね、別にね、エリポンとかどうだっていいんでね、これにライト打ちます、俺は。よいしょ。うれ！ってなると、相手がね、攻めのクロスを置かなきゃいけなくなる。そう。流れなので、オーブンをね、バチ立てていき、バチバチに立てていきます、オーブンを。で、もうね、ハイスピードでトリトンで、で、これは、はい、オッケー。勝ちですね。勝ちです。あとはね、座して待つだけ。座し待ち。真ん中オーブン置いちゃっていい。もう置いちゃ。置いちゃ。でも俺クラスになるともうトリトン置いちゃうから、トリトン置いて、そろそろね、飛来心が飛んでる。確かに、ババ飛来心があった。そういえば来るぞ、よいしょ、来るぞ。バーを使わせてから行きたいね。あ、来たぞ来たぞ、俺行ってからビーン、こげー。これなんてゲームだっけ、ヘイデイ、ヘイデイか、前やってたわ俺ってな感じで、まあ今日もね、勝ち越しちゃったかなっていう感じ。実質今の5勝分あるんで、まあ6勝2敗ですね。まあロイミラーはちょっと見逃してくれやい、ノーカンですって感じで、まあね、まだ今日この辺で終わりたいと思います。美川さん、最近動画出さないの？なんかね、なんかねって感じ。まあなんか動画、なんて言うんだろうな、そのみんなやってて、でもなんかやんなきゃまずいかなとか思うんだけど、言うてなんか気が向かないっつうか、なんか俺なんか2つのこと並行してやるの苦手でさ。まあまあ、まあ、わかる、うん、なんかオフシーズン結構出すもんね、美川さん。逆に動画、そうそうそう、逆にね。だからまあ、マッチョだよと。はい。そうですね。ってことで、ミガンさんのチャンネル登録してる人は、今、俺の全員俺のチャンネル登録してください。今、リンク貼るって思った。そう思った。全部、もうやん。全部、ミガンさんの分まで僕が動画出すんで、チャンネル登録よろしくお願いします。この前、久しぶりに出して、あ、そうだ、出してない。出してたの、今もう8万ぐらいいて。やば、うん。いいな。いいでしょ。いいな。いいな、ライちゃんもね、ライちゃんも大物 YouTuber になるんで、ね、うん、俺もそのうち商品紹介とかやるからはい、ってな感じで今日はこの辺で終わります。お疲れ様でした。バイバーイ。ボンジュール。ボンジュールだ。